マスダ七尾城宮家五土屋と、須佐マスダ家邸宅萩,萩市スにある、マスダ家墓所マスダ富座像マスダ元正蔵マス氏は、岩見マスダを本拠としていた武家。本生は、藤原氏と言われる。はじめ浜田の岡見本に館を構えたことから、岡本氏を称した。後に、毛利氏に侵入し、関ヶ原の戦い後は、長と須佐を領した。一族の通事は、県家紋は、 上ぼり富士に、旧の字初代は、藤原忠平の旧世の子孫、岩見守る藤原国賢といわれる、永久2年、岩見に赴任するために下校。任期終了の永久6年以降も岩見に泊まり続け、そのまま、土着後を続化した。その際、岩見上府に拠点を構え、岡本氏を称した。系図によっては、地域の有力者とする資料もあることから、 地元の有力者との婚姻関係を結びながら、土着化していったと考えられている。三大県坂へ、四大県康の代で、増田氏は岩見に有力武士団を形成した。金高は岩見の在長官人として岩見における地位を確立し、合わせて岩見横領氏に部任された。また、金高の代で館を増田に移し、これ以降増田氏に改める。なお、 金高の次男の謙信は、三隅氏を名乗って文家三隅氏を三男の健広が、福屋氏を起こす。三者は一族を同じにする者として氏神を噛み、本代明人の祭礼を共同で行うなどしていた。一般的には、松田氏を岡本氏の総領家とすることが多いが、三隅、福屋氏の経図資料が不足していることから、岡見本一族総領が、 増田氏であると断定するには至っていない。古代剣期は岩見の莫大な所領を子らに分包した結果、須フ氏、松本氏、丸ルモ氏、種氏などの所領が生まれた。南北朝時代になると、増田宗総家は北朝方、三隅、福屋、須フなどの分家は南朝方についた。関能の長乱が勃発すると、増田氏は大内広与とともに中国短大であった。 足利カがただ方に就いた。その後、忠義よ方が劣勢になると、大内氏は、足利カが高氏方に寝返り、マス氏もそれに習った。以後マ田氏は、大内氏の参加として、岩見黒人の筆頭の地位を築いた。王人の乱で、マ田ダ県、京、帝県府市は、大内正宏に従い、岩見で、大内京高や吉見信よりの反乱を鎮圧して、岩見の勢力を伸ばし、 マ田ダ賢、堅、陰堅府市は、大内義雄に従軍して、永翔五年に上落するまでになった。天文二十年、大明治の堅で、大内義隆が、当春方ら重心の謀反で撃たれると、マ田ダ富士堅は、春方と演者の立場から春方主導の大内市に従った。しかし、天文二十四年の五福島の戦いで、春方が、毛利元成に撃ち取られると、富士堅も、 翌工治2年に元成の次男、吉川元春に、増田寮へ攻め込まれ、翌3年に降伏、以降は、毛利氏に従属することとなった。この元幸も引き続き毛利氏に仕えたが、関ヶ原の戦いで、毛利氏は元宝、元幸も岩見増田を離れて、長と須佐に移った。以後、増田氏は、長州藩の英代画廊として、毛利氏に仕え、門殿増田家など、 文家三夜も宿りくみとして繁栄した。幕末に、金門の辺で、長州軍の指揮をとり、長州政党で責任を取って切腹した、増田親世は子孫である。ちなみに、同時代の長州藩士である、須府県翼も、前述の須府氏の一族出身である。明治以降は男爵に助尺された。現在、子孫は、萩市須佐には在住せず、東京都内に在住している。 実践は、実施、転戦は、要し。長州藩が老吉しき年家、盲年周賢の子。長州藩が老宇田盲都家、毛利就任の子、冒気義のいとこ。長州藩が老吉しき年家、毛利冒険の子。上述した、岩見の増田氏の他にも、増田の名字を名乗った家系がいくつか存在する。ありがとうございます。